おはようございます。ありがとうございます。はい、おはようございます。今朝も始めていきましょう。ちょっと遅くなってしまいました。ごめんなさい。ちょっと姿勢のチェックをしながらお話をしたいんですが、仰向けになれたら仰向けになってみてください。で、もし仰向けが難しそうであれば、壁に背中、体の後ろ側をペタッとこうくっつける形で立てるでしょうか。どっちがいいかって言ったら、床に仰向けになるのが一番いいんですけど、難しければ壁の前でもいいです。壁に背中をペタッと、かかと背中、後頭部をつける形で立っていきます。私は、仰向けになる形でやっていこうと思います。ちょっと体の姿勢をチェックしながら少しお話しして、そのまま、瞑想に入っていきたいと思いますが、足を伸ばさなくても、まずでも足を伸ばした方がいいかな。よいしょ。私も仰向けになります。で、足をだらーんと伸ばします。足幅開いてもいいですし、両手もこう心地いいところで開きます。で、私朝まず起きて床にゴロンと寝転がるんですが、布団からは出ていただきたいなと思います。布団は柔らかいので、ベッドとかは。で、できるだけ硬めの床にゴロンと転がって、で、床ではなく壁の方も、今の自分の体の後ろ側、壁にくっついている体の後ろ側を少し観察していきます。で、特に見ていくのが腰と壁または床のスペースがどれぐらい空いているのかっていうのを見ていきます。で、毎日こうこの形をしていると、今日はなんか腰がいつもより浮いているなとか、今日は腰がすごくリラックスできているなっていうふうに、こう違いが、ほんと多分ちょっとした違いなんですが、分かってくると思います。で、仰向けになっている方は、その腰の間に手のひらをちょっとスッと入れてみて、今の自分の腰と背中の間が、腰と、床の間かがどれぐらい空いてるのかっていうのを見ていきます。で、もしかしたら今日初めてこういうチェックの仕方をするっていう、改めてね、する時にこう今日だけのデータしか頭の中にないので、比べるものがないと難しいかもしれないんですが、こう手のひらの今入る感覚を見たり、あともう単純に自分の体感として腰のあたりの力みがどうなのかっていうのを見ていきます。で、私たちはこう骨盤っていうのをすごく動かして毎日過ごしてるんですけど、疲れてきたりストレスがあると骨盤の動きが、それ骨盤だけじゃもちろんないんですけど、特に骨盤の動きが悪くなってきます。で、固まってくると背中も緊張する形になって、この腰の反りがこう大きくなって、床に寝転がった時に腰と床の間がぐっと開くような形になってきます。なので、今日を基準に、もしかしたら明日もできたらやってみて、こう自分の体がどんな感じなのかなと。で、自分のその腰と、床の間、または壁の間のスペースと、自分の気持ちだったり、体の感覚、重さや軽さみたいなところがどうなのかなというのをちょっと見ていくといいかなと思います。で、実際に、よいしょ、私起き上がりますね。皆さん寝ててもらってもいいです。実際に、腰と床または壁の間が空いている感じがする、こう反り腰になっている感じがするっていう方場合は、
足の裏をほぐしたり、足の甲をこう伸ばす、動き、または足首と骨盤を連動させて動かす動きなどをちょっと入れることで、その力みをほどいていくみたいな流れにできたら、こう疲れをそれ以上ためずに、痛みになる前にリカバリーすることができるんじゃないかなと思います。はい、ではでは、そのままそうですね、少し仰向けになった状態でせっかくなので体を動かしましょうか。ということは私もう一度仰向けになりますね。ちょっと本当は違うことをやろうかなと思ってたんですが、せっかく仰向けになってるのでよっ、よいしょ。で、膝を立てていきます。で、足首と骨盤の連動の動きそのまましていきたいと思います。かかとを少し上げます。その時に自然と骨盤が後ろに倒れる後傾になる形になります。で、骨盤の動き、こう自然とかかとを上げて、つま先だけが床についている状態の時、骨盤が後ろに転がるなっていう動きを見つけます。で、次かかとを下ろしてつま先を上げる。そうすると骨盤が自然と前に、どっちかというと反り腰、反る方になる。で、もう一度つま先を下ろしてかかとを上げると骨盤が後ろに倒れる。どっちかというと猫背方向。かかとを下ろしてつま先上げると反る方向になるっていうのを見つけながら、少し骨盤も少し動かしながら、足首と骨盤の動きを連動させてあげます。で、難しければもう足首だけの動きでいいので、こう足首を動かすだけで少し骨盤も動いてるなーっていうのを見つけます。で、立って壁でやってる人は、もう立ったままで呼吸をしながら、呼吸でも、骨盤が少し動いているのを見つけていきます。吐く息の時、骨盤が少し後ろに倒れます。ほんのちょっとなんですけど、で少し倒れて、吸う息の時骨盤が前に少し倒れます。で、仰向けになって呼吸だけでもいいです。足首の動きができる場合はもっとその動きが大きく出せる感じ。はい。で、この時に仰向けでやっている場合の一つポイントは、つま先を上げた状態、またはかかと上げ、かかとを下ろしてつま先を上げた状態と、つま先を下ろしてかかとを上げる状態の時に、いつでも足の甲は力を抜いて、できるだけ丸く、あのバレリーナのような足の甲にしておきます。足の指をこう反らさないようにします。そうするとまた力みが入っちゃうので、はい、よいしょ。では瞑想の体勢、座る体勢、心地いい座る体勢に入っていきます。で、ゆったりとご自身の呼吸をしながら、またこの座り姿勢でも呼吸によって少し骨盤が微妙に動くのを味わっていきます。で、良い姿勢っていうのは固めるではなく、すっと上に上がる力を味わいながら、こう自然と体が動きたい方に動かせる状態にしておきたいので、こう今座っていても固めずに、呼吸によって胸が膨らんだり
少し薄くなったり、呼吸によって骨盤が少し後ろに倒れたり、前に傾いたり、でそれを繰り返しながら、頭の重さがストーンと骨盤に乗るようなポジションを探していきます。で今日、反り腰、いつもより反ってるな、体の、力みがあるなと感じた方は、何度でも吐く息、ため息をついていきます。で体の外側の力みを一旦床方向に流して、でそこから、耳の下あたり、こう顎と頭蓋骨がくっついているところをスッと持ち上げていきます。ゆったりした呼吸、こう呼吸はうまくしようとか深くしようとしなくて全然いいので、ご自身の心地いい呼吸を繰り返しながら、呼吸によって体が少し膨らんだりしぼんだり、骨盤が傾いたり、前に倒れたり、吐く息で肩甲骨がストーンと降りたり、お尻の方に降りたり、吸う息で、鎖骨の下あたりの胸がスーッと持ち上がったり、吐く息で肋骨、胸、胴体の、上半分が少し狭くしぼんで、吸う息の時、肋骨周りが少し膨らんで、もし目を閉じていて自分の体のこう感覚がなければ、こう手を添えて触ってあげて、あ、膨らんでるなとか、あ、しぼんでいくなっていうのを見つけていきます。でどこか特に力みを感じれば、例えば胸の鎖骨の下あたりだったり、または肩甲骨だったり、あとはお腹だったり、その時は手を当ててあげて、少しこう左右に手のひらを揺らしていきます。ではゆっくり呼吸を続けながら、あと3呼吸ほど、では最後の吐く息が終わったら、胸の前で両手合わせて、吐く息、頭を少し前に。では今日7月16日の、一日も皆さんにとって素敵な一日となって、素敵な一週間の始まりとなりますように。今日の聞くだけヨガもありがとうございました。はい、お疲れ様でした。改めておはようございます。朝の、今日は朝のこう姿勢のチェックの仕方を、ちょっとお伝えしてみました。これ私毎朝やるんですが、こうついつい眠たくなっちゃうんですが、眠たくならないようにちょっと工夫しながら、朝の体の背面の特に腰のチェックをします。で、あ、今日はなんかだらーんと床に落ちてるなーっていう感じであれば、あのそのままでもいいですし、あ、今日はなんか特に腰が反ってるなーと感じたら、ちょっとこう緩めてあげてもいいかもしれないです。はい、ではでは、引き続きまた体の何か不調とか
質問あれば連絡ください。で、ちょっといくつか質問いただいているので、またお答えしていきます。はい、ではでは、今日もありがとうございました。引き続き良い一日をお過ごしください。